国道175起点大阪府高槻市、八丁縄手交差点国道175終点大阪府、泉佐野市場河原屋交差点国道170号は、大阪府高槻市から泉佐野市に至る一般国道である。バイパス部は、大阪外環状線を構成する一部である。大阪府内で完結する一般国道の路線で、 北東部三島地域に位置する高槻市松原町の国道171号分岐から南へ、生駒山地の西六から、泉山脈の北六にかけて、大阪平野の外縁沿いを周回して、大阪湾に面する南西部戦南地域に位置する、泉佐野市場河原屋の国道26号、第二半和国道交点とを結ぶ。主な通過地は、平方式田中ぶり、寝屋川市、市場縄手市、 大東市、東大阪市西石切町、八尾市式野町南、柏原市、藤寺市、羽引野市、富田林市、河内長野市、泉市ふつ町、岸和田市内畑町、羽武町,町、河合町貝、貝塚市、前南郡熊取町である。大阪府を代表する阪環状の幹線道路でもあり、新道は大阪外環状線の一部を構成する。起点がある。 高槻市で、淀川を、平方大橋で越える前後区間と、終点がある、泉佐野市の JR 熊取駅付近を除いた、大部分は、新旧日本の道路が並行しており、いずれも、国道指定されている。国道の振動が開通すれば、旧道は、国道の指定を外されることが多い日本の国道の中でも、その旧道が、国道指定を未だ解かれていない珍しい路線でもある。 国道170号9道は住宅地を抜けてゆく沿線住民の生活道路であることから都市型の国道と言われており、東大阪市の近鉄氷炭山駅付近にてアーケード商店街となっていることでも知られている。高槻市内沿線地域は大阪府の景観形成地域に含まれる。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り、 現行の道路法に基づく二級国道として初回指定された1953年では和歌山松坂線として指定されていた。1958年に一級国道42号への昇格に伴って決番となり、1963年新たに指定された高槻橋本線に裁判された。このため二度目に指定された 当時の国道170号は東高野街道をたどる都市計画道路高槻橋本線として整備が始まった。しかし、大阪外環状線は泉佐の市沖に建設が決定した関西国際空港へのアクセス路線として泉佐野方面に延伸されることとなり、旧道の河内長野市から橋本市の区間は国道371号を北伸ばさせることで引き継いでいる。 古い案内標識の行き先が、泉佐野ではなく、橋本となっているのは、このような経緯があったためである。1970年の日本万国博覧会に、合わせて、地元で、外観と呼ばれる、大阪外環状線の一部を構成する、バイパス道路が整備された。近鉄奈良線氷炭山駅前東大阪市内の、近鉄奈良線氷炭山駅付近には、 日本で長崎県長崎市の国道324号と、ここの2カ所しかない国道中の商店街、アーケードがある。また、羽曳野の市内、富田林市内区間等では、毎年8月1日、沿線の PL 教団本庁において祭典が取り行われ、多数の見物客が付近一帯に押し寄せるため、国道170号を含む付近一帯が通行止めとなる。 振動は基本的に片側に車線となっており、沿道自治体内における幹線道路として機能している。羽曳きの主要人量前交点以北は整備、共用時期が大阪万国博覧会開幕に合わせて行われたため、現状としては飽和状態にあり、各所で慢性的な渋滞が起きている。また、右折レーンのない交差点が多く、さらにボトルネックとなっている。 近年では、中央分離帯を除去し、一車線あたりの幅を削って右折レーンを確保する工事や、主要交差点では付近を拡張し、さらに車線を増やす工事も行われた。なお、寝屋川市高宮町から、富田林市小とぶ町間の地下には、淀川を水源とする大阪広域水道企業団の水道管幹線が埋設されている。 河内長野市小山田町から、泉市南面里町、道志津波町から、岸和田市内畑町の区間は、関西国際空港の開港に先駆けて、平成になってから、供用開始を行ったものであり、暫定に車線での供用となっている。ごく一部の区間を除き拡張用地は、確保済みであり、4車線化が進行中である。また、 休憩班国道重複区間も一部が2車線となっている。国道170号旧道東高野街道、八尾市大阪外環状線が一大幹線道路として整備されている一方、旧道は車一台が、かろうじて通れる程度しかない橋路の区間が所々ある。寝屋川東大阪間と、とん林ばやし泉間の旧道区間は、密集した住宅街の中を抜けていく。 河内長野市より南の区間は道幅の狭さゆえにおおむね交通量も少ない。反対に東大阪市から市条縄手市の区間は路線バスや乗用車が多く慢性的な渋滞が発生している。国道1 7 5旧道については国道175振動が強用され数年が経過した後も国道指定を保持し通例となっている 市町村医官による路線変更は行われていない。大阪府道路環境課は2014年の見解で道路表示の公開、道路台帳の修正等が煩雑になることに加えて国道としてすでに定着していることから指定変更の予定がないことを示した。大東市から東大阪市に入り南へ4キロメートル進んだところの氷炭山駅付近には アーケード商店街であるサンロード氷炭酸商店街、さらに南には神社モール氷炭酸商店街があり、国道標識は設置されていないが、国道170号に指定された道路である。アーケード区間延長は約350メートルで、日中は人通りで混雑しているところであり、午前7時から午後8時まで自動車通行止め規制となっている。 バイパス平日24時間交通量、急動平日24時間交通量交差する場所の格好書きは地名。それ以外は、交差点名で表示行き先表示方向すべてが、国道1 7 5号休動が、国道170号指定を解除されておらず、また急動が、国道170号振動と交差している地点が、多数存在するため、これらの地点の前後には、すべての表示道が、 同一路鮮明となっている、珍しい交通案内標識が何箇所もある。ありがとうございます。